BTS、防弾少年団の V が初のソロアルバムの先行公開曲でグローバル主要チャートを設巻した。V が11日に発表したソロアルバム、レイオーバーの先行公開曲、レイニーデイズは12日の午前9時基準で米国、イギリス、日本、ドイツ、フランスなど、全世界70カ国、地域の iTunes トップソングチャートで1位を記録した。 また別の先行公開曲、ラブミーアゲインもうもオーストリア、ブルガリア、ルーマニアなど、全世界35カ国、地域の iTunes トップソングチャートでトップを記録。特に V は、多くの国と地域の iTunes トップソングチャートで、レイニーデ d ズと,ーーーズとラブミーアゲインでそれぞれ1、2位を獲得、チャートを掌握した。それだけでなく、ラブミーアゲインとレイニーデ d ズ のミュージックビデオは YouTube ワールドワイドトレンドで1、2位に並んで名前を挙げ、多数の国、地域で人気急上昇音楽、上位権を掌握するなど先行公開曲から熱い反応を得ている。先行公開曲 Rainy Days はオルタナティブポップ R&B ジャンルの曲で、日常の様々なホワイトノイズが V の声と調和し、曲の感受性を引き上げる。Love Me Again は、1970年代のソウルサウンド、ソウルサウンド、が中心を占める R&B で、V の柔らかいボーカルが耳を魅了する。彼は9月8日の午後1時、韓国時間、ファーストソロアルバム、レイオーバー、を全世界で同時発売する。